カです。モカです。ノリコです。ルカノカノリコです。古いのは何だかよくわからんけど、ということで、はい、でどこで私を入ればいいのか。今日は表参道にやってまいりました。久々におばあちゃんとちょっと外に出たから、そう都内に連れてってみよう。原宿歩いたことないもんね。歩けないもん。はい、終わりました。やっと TikTok 1万人達成しましたので、おめでとう。それ私それよく意味わかんないんだよ。なのでちょっと今日は外に出て3人で歩くの。あんまないか。ない外をね歩くの。おばあちゃん歩いてんの？3人で外歩いてないもん。おばあちゃん歩いてないの？そう、いつもさお家で歌ってるけど、今日は外に出てちょっとあの原宿通り、そうそうそう、竹下通りかのところを歩いてみて、もしかしたらおばあちゃん声かけるかもしれないし。声かけられない。無理、これは無理よ。顔ね、お顔を映して無理歩いてみましょう。行こう、はい、早いです。のりこについていきましょう。じゃあ、はい、じゃあ向かいます。どこまで行くの？レッツゴー。私は人に慣れてるね。人に慣れてる。おばあちゃんにも、おばあちゃんにも。カモン。可愛いね。可愛いね。可愛いね。ないね。おばあちゃんはダメだった。おばあちゃんはダメ。はい。竹下通りの前に着きました。はい、着きました。これがそうなの？そうだよ。え、初めてだよね。おばあちゃん、ちょい食べる。人多いかもしれない、結構。気をつけて。早いです。行きましょう、行きましょう。歩いたり。髪の毛あったかい。あったかい頭。あ、くぐっちゃった。なんか気になるものあったら言ってください。おばあちゃんが欲しいものがあったらね。買ってくれないんだから。あっちあっち、あの女の子かわいらしい。おばあちゃん、さっきからロリータファッションが気になる。やってみる？やってみる。おばあちゃん、ロリータファッションやってみる？原宿で服買い揃えてロリータになってみた。怒られた。81歳ロリータ。のりこです。まあ、そういう人生が売れるかもしれないね。酒かどうやってるの？そう何かあるの？洋服なんか売ってるわけ？洋服と、あとクレープとか。ああ、そう この格好で歩く。このいつも歌ってる。歌いながら優しい愛の上機嫌です。だってこういうところなんか一人で来られるもんね。ちょ、おばあちゃん一人じゃ歩けない。おばあちゃんだったら何が欲しい？ここで何が欲しい？何も欲しくないね。食べ物でしょ。あとほら、いろいろあるよ。なんかいるよ、ほらヒーローみたいなの。本当だ、本当だ。緊張してます。緊張してます。のりこ、そうよ、そうよ。初めて会っても竹下通りに入った。初めて。いろんな人いるでしょ、ね、でも若い子もね、たくさんいるね。そう、私のおばあちゃんもそんなくほら束巻いてかっこいいとこ。でみんなファッションに燃えてるからね。え、私なんかそんなの全然燃えてないから。第一さ、ザックかじって歩いてるみんなで言うんだもん。え、俺たち田舎から出てきたみたいだな。な、誰も見張らない、そんな人いないな。あのキャンディーショップもあります。あ、そういうのがあるの。行ったことある？あんまり良くないもん、そんな。そんなこと言わないで。お店の前でめちゃくちゃディスる、原宿を。おばあちゃんくらいの年齢で一人もいないんじゃない？いない。おばあちゃん、あれ来たの？いいじゃん、めっちゃいいじゃん。ダンス服、あの辺の、あの、この中だったらどれがいい？おばあちゃん、あの細身の金箔のがいいね。細身の。Oh my god。 嘘でしょ。え、着れる？着れる？おばあちゃん、だからそれがいいじゃない。それ着ようと思って努力するから。細身の服着れる？大丈夫？だからそれを着ようと思って細身、あのほら努力するじゃない。ダイエット成功させてあれ着たいってこと？そうそう、そっちがいい。あ、もう出口見えてきましたよ。もう着いちゃうよね。よくね、この辺のライブハウス出てた。え、あ、そうなの。ここにもあるんだ。カフェ原宿。ああ、あったね。入ったとこ。そうじゃん。今は、あれじゃん、ライブしたところじゃん。ワンマンライブ。そうだよね。これだったって、その思い出だな、結構。うん、ここ来たい。あ、なんかすごい、すごいおばちゃんあるよ、おばちゃん。何？見て。ちょっと。あ、あれ。
よ。これやっこっち向いて、もうちょっとそっち。何やってんだろう。めっちゃ似てる。めちゃくちゃ似てる。写真撮りたい、写真撮りたい。いいよ、おばあちゃんかわいそうに、かわいそうに。はい、はい、チーズ。ペロ。おばあちゃんと観光してみたとかいいかも ね。そうだよね、初めてのところいっぱいあるしね。それがまたあれに行ったことないところだ。これは何なの、何だろう。あ、わたあめですか。カラフルだ。あ、見てみて、わたあめだ。でかいし、あれあれ。本当だ本当だ。だからあんなの売って歩くの大変だよね。すごいね、あれどうやって作ってるんだろうね。あとね、原宿はこのチーズドッグがすごい。それだからみんなすごい食べてるね。あ、そう。伸びるやつね。チーズが伸びるやつ。おばあちゃん初めての〇〇とか、ああいうところでさ、座ってもいいのかね。まあいいんじゃない。ゴミをね、ちゃんと持って帰る。そう、それなのよね。本当にいろんなとこ洋服があるんだ。おばあちゃんの服もね、買ってあげたいし。そうだよね。前は何、前めっちゃ若い。あの前の子で買ってみる。あの前ちょっと、シュンシュン。ね。あの山の上は何、あれ、その家。山の上、うん、真正面の。山の上、駅かな、山の上。だいぶ激しいね。激しい。向こうから見ると美人だと思うかもしれない。え、おばあちゃんですか、そんなに思いませんなんて言うかも。ね、おばあちゃんにさ、こういう顔すね。かわいい。かわいいじゃん。めっちゃあったかそう。こっちがいい。耳かわいいよね、あると。どう？竹下通りはどう？あまり好きじゃない。あれ？さ、もう嫌だ、もっとしたんと。もうちょっといいこと言って。もうちょっとしたんと。カメラにもうちょっといいこと言って。竹下通りはどうですか？まあ悪くはないけれど好きでない。悪くはないけど好きではないという検証結果でしたね。検証結果微妙。結果微妙っていう。おばあちゃん行きたいとこはあるの？ない、ない。ない、うん、あるって言って。強いて言えばない。また出た。10年行きたいとこはない。ない、ない。食べれるもん行くと。でも楽しいでしょ。まあいろんなところ。そうだよ、一緒に行けるときにさ、3人で行こうよ。杖ついて歩けるうちに。そうだよ。山登り用の。さあ終わります、最後。終わってしまいます。チーズ。やばいやばい。どこどこ。あいた。あ、もう一回手振って、おばあちゃん。いい思い出じゃん。いい思い出できました。そうよかったです。初の原宿かな、はい、81歳初の原宿。誰も行かない。検証結果、はい、誰かに声かけられました。いいえ。一万人じゃまだまだ声はかけられませんでした。来年くらいだったら行けるんだろうね。もうちょっとじゃあ頑張りましょうっていうことで。頑張りましょう。ピースしてるね。来年もやるの。みんなにほらもっとフォロワー増えたらまた来るねって。また来ますね、今度ね。その時は声かけてね。その時は声かけてください。すぐ行きます。すぐ行きます。かっこいい。はい、ありがとうございました。じゃんじゃらじゃんじゃんじゃん。はいや。じゃんじゃらじゃんじゃんじゃん。はい、じゃんじゃらじゃん。